ルチャーでしょ、一応あのルチャーが入ってるエステルモーニングだし、吉田なんかもルチャーできるようになるんじゃないかと思うし、あのこの子が一番飛んだり跳ねたりで今できるんじゃないですか、あの体操選手みたいなところありますから、うん、体操やってたんですよ今。面白い、井上とマレンコが、デビーが一応じゃんけんで決めたみたいね、順番。そういうのもあっていいんじゃない？よくやりました、私たち。本当、はい、面白い。今の技分かった？うん、関節でしょ。あの足を取って、あれなんかあれくるっとドラゴンスクリューって藤波選手とか使うわけで、なんか良くなってない？こいつ当たる相手もいいんじゃないですか？またね、やりやすい。吉田選手なんかもう本当いいと思うけどな。エステルいいですしね、あのあれ元気印だし、だってこっちが 何言っても関係ないもんこの人、はい、全然自分の思う通りにプロレスやるし、ただ変わりようはないでしょ、ここからは。うん、もうなんかね、エステルってレスラーになってると思う。なちょっとみんなのスピードが速くない？あ、すごい見せてますね。自分たちも楽しんでない？これ嬉しいな、なんか私こういうの大好きですよ。僕大好き、面白いっていうか、なんかだってやってる方が楽しんでたらこっちは10倍ぐらい楽しんでいいんじゃないかなって思うし、つまんなそうにプロレスやるバカはいないでしょ。いないね、苦しそうにやりますけどね。え、苦しそうにプロレス、あ、苦しそうだね。うわー、さあ井上京子、豪快なすごい投げですね。ハイアングル、そしてエルボードロップ、両選手ともなんか井上京子はですね、運動神経もいいけど上ともありそうね、井上は、うん、井上京子右膝、そしてエステルが砂が腰、あ、そう、今まで巡業から帰ってきて少し1週間ほど休んでた、2週間ですか、はい、リハビリしましたんで、これが一応復帰戦ですね、完全みたいなもんですか、はい、そして実力はデビーマレンコとエステル、この絡みも面白い、裏に後ろに回ったですね、裏アキレス腱ですけどロープ逃げましたエステル、テーピングが見えるチラリと腰、誰？エステル、コルセットと、あ、やっぱりね、うん、いや、あの話聞きましたら腰だけは怖いですから、うん、あの 100% 回復まだしてないということですね、エステル。でもエステル自分で怪我してるの気づいてなかったんですよね。あんだけやってたらなんか、うん、ちょっと痛いやぐらいでお医者さんに見せたらこれ大変だっていうやつ、うん、そうそうそう、終わって初めて気づいたみたいで、さあデビーマレンコのアキレス腱が右足を仕留めています。ロープに逃げたエステル、やっぱり機敏な動きですけども、腰そして背中の負傷具合がね、やはり 100% 回復しているように祈りたいんですけども、試合に響かなければいいです。ロープへ振ってデビーがエルボーバット、あ、声出るようになったね、はい、なんかエステル、ロープ飛ぶだけでも痛いじゃないですか、腰に。そしてダブルアームスプレックス、これはエステル大ピンチ、あ、早くももう吉田立ちました。か、ここでもフレッシュな対決が実現しました。元気印の吉田麻里子、この2人なんかシングル僕面白いと思うけどね、いいですよね、うん、結構な動くようになりましたね、デビーマレンコ、うん、さあ今夜果たして何種類の技が飛び出すかね、数えてみたら皆さんいいと思いますけども、何種類、そしてどんな技がね出るかということもこの試合ポイントですけども、倒立からのさあ吉田、あの元気印がいいね、はい、あ、デビーがすごい、これはデビーの運動神経、レスリング選手だ、これはすごい。そして最上段がエルボー、顎にヒットしてカバーの体勢、カウントが入って2です。すごいところに当たったんじゃない今、はい、倒立のエルボーが、まあ、やっぱそこが新人なんでね、決めの細かさっていうか、でもここでまたも思い切りよくやった方がいいわ、復帰戦です。井上京子強引に胃袋が落としてエルボーです、カバーに入った。やっぱりエステルって割と目立っちゃうし、井上京子ってすごく、注目というかもうスターの中じゃない、でデビューが割と注目されやすいから、この3人が挟まれると吉田までキューってなんか光ってくるっていうの、うん、やっぱり注目されなきゃおしまいでしょ、レスラーって。さあエステル、サルトモルタル、そして逆に振った井上京子返した、さあコーナーマットにつけてエステルがお客さんにアピール、それは後ろからの、あー、これは珍しい技です、すごい、何なの今のは、これは新しい、なんと後ろへのバックドロップ、井上京子ってさ、すごいですね、一日中さプロレスのこと誰考えてんじゃない、そしてこれは、そうとしか思えないもん、
ルチャリブレの使い手のエステに対して逆転技、これはお見事じゃない。関節技決めた、足を決めた。てかあれだけで痛いんですよ。これ痛い痛い足ブスロックだもんね、これ、うん、あれでもフックされちゃってるから、これ見事取れませんね。取れない、痛いですね。我慢するしかない。サーフボード、サーフボードホールド、そしてロメロスペシャルの形で顎を決めました。複合技、これ苦しいよね。はい、体重があるから、足だけに全体重乗っちゃってるところ。あ、体重があるだけいいですか、うん、なるほど。そして今度はドラゴンスリーパーのように首を決めて、足、首、背中、これは復帰戦とはいえ 100% 治ってないと控え室で、ね、言ってました。エッセル、ちょっとこの、ね、背骨から腰、これは痛い。しかし井上京子の今日はガッツが、ね、1枚勝ってるようなリング上の攻防です。そしてデイビータッチ、さあ声が出たというデビー。さあロープしてエステルは倒立、それを返してドロップキックです。さあそしてダイビングボディプレス、ハンドを利用しました。エステルって本当ジャンプ力ありますよね、うん、飛んでるって感じがするもん、うんうんうん、かろうじて足がっていうよりは。さあこの身長差、エステルはやはり小さいんですけども、やっぱちっちゃいね、小さいですけどもね、それをね伴うやっぱりレスリング。